はははい皆様ここんんんにちはこんばんはヒロです今日は、えー、よくですねネットの記事を見てたりいろいろな動画のコメント欄とかを見ていてちょっと気になることがあったので僭越、えー、ながらというか、まあ、勝手なおっさんのあれですね横やりとして、えー、ちょっと動画を撮っておりますす何かとと言いますとトラスロッドです。 トラストロートってご存知ですかこれですね、えー、このモデルが一番ねイングベイギターが一番わかりやすく出ているのでこれ頭飛び出してますよね、まあ、通常例えばレスポールだったり他のギターっていうのはここはカバーがついててこうね見えないように隠れてるんですけど、まあ、飛び出てます要はこのネックの中にですね一本簡単に言うとですよ一本このシャフトが入ってるんですよ でネックが反らないように、ね、鉄の棒が1本入ってましてで反った場合はその鉄の棒をこう緩めたり、えー、締めたりしてこう反らせる反らせるっていうかこう矯正するというような役割があるんですけどこのトラスロットをあの、まあ、私が今回、えー、気になったっていうこと,ところですねここはものすごくセンシティブな部分で実質ですね実際。 私もまあ40年ぐらいギター弾いておりますけどトラスロッド、えー、まあその状態のいいギターを買ってきて途中でネックが反り始めたのでトラスロッドで調整しましたっていう経験はゼロです。買のっていうものは何回もありますが、ね、繰り返しますよ。 もともとちゃんと整備整備というかこの調整されてるギターで途中でおかしくなってトラスロッドを変えて調整してネックの反りを直しましたっていうことはゼロでですすないですここはですねまあその何が痛いかというとこの部分は私はですね基本的にそのまあ一般の素人ね我々みたいなねこう調整の素人が触るとこじゃないとこです。ここはですね そんななにギターのネックって反らないですでよく「いやいや反るんですよ」っておっしゃる方のギターを見たらですねものすすすごいヘビーヘーゲジがっってやったりするんですよそれとかあとトレモロのこの裏のねバネのかけ方がちょっと強烈というかすごいそのギターの本来のデザインと違うテンションのかけ方でめっちゃこうバネガンガン引っ張っててガンガン入れてもうすっごいネックこう無理やりこうネックをこうねこう引っ張ってるような。 感じののセッティングとかいあるんでですねねそそういううは、まあ、それはれしょう、ね、だってギターって基本的にこのテンションで持ってますから裏のバネとかねトレモロタイプはねなってますからねそると思うんですけどこのスキャロップのギターまあこれはまだね所有して半年ぐらいしかですけども私は日本にいた時にメイド・イ、え、ン、ー・ジャパンのフェンダージャパンのねイングベイモデル藤、まあ、ゲンさんが作ってくださったやつなんですけどあれをね 30年ぐらい所有してますかねぐらい所有してると思うんですがそんのにないかなあのネックはまだ一回も剃ったことがないですし普通ににちゃゃんんんんと保存しておればそんなに剃るもんじゃなもじいんですよだからそのネックが普通に使ってるのにそっちゃうっていうことはそれは何か使い方が悪いんじゃないかなって言ったら皆さんちょっと嫌な気持ちになるかもしれませんが。 基本的にネックは反らないもんですあと無理なセッティングをするとね確かに微調整してそのもうべタたべたに原稿を落としてるとか何か変な状態であればその調整しないといけないのかもしれませんけどまあそれは本来のギターの姿ではありませんのでこのトラスロット。 ここ,がここはねあの基本的に触るとこじゃないです。で触らなきゃ繰り返しになりますけど触らなきゃいけないような状況っていうことは何か、えー、要因があると思いますからそこを見直した方がいいと思います。ということで今日は短いですけどトラスロッドねここ でも不思議なもんで「トラスロットが触った触らない」って私ねこれね言ったら多分すごく皆さんからちょっと批判的なコメントが入るかと思うんですけども日本のサイト楽器屋さんの中古サイトでトラスロットのことを歌ってるページがすごく多いんですよっていうか多分ほとんどじゃないですかね。トラスロッドのままだ左右両方余裕がありますとかって書いてあるのを見て正直ちょっと怖いです。トラスロッドって あの問題ななければ触るとこじゃないんですよね、まあ、もちろん売り手としてそのもうこれがいっぱいいっぱいでこれが剃ったらもう終わりなんだよっていう意味をお知らせする意味で調整することは確かに調整っていうか確認することは大事だとは思うんですがあ <laughs> のトラスロットを回すとトラスロットってですね回してすぐに結果が出るもんじゃないんですよ。えっ、ー、と一応このアメリカでよく言われるあのトラスロット調整っていうのは。 えっとですね、45度、まあ、こう一周こう六角レンチみたいになってるのでぐるぐるって回せるんですけどその、えっと、1 8分の1ですね1 8分の145度回して1日放置して様子を見るっていうのが、まあ、正しいというか、えー、いあの方法ですね。それ以上回しすぎると後で急激な負担がかかりますので木に負担がかかりますから。 えー、波打っちゃったりですね変な反り方をしちゃったりとかいろいろあるんですで、悪くなっちゃったらもう取り返しつかないんですよね波打っちゃったりとかするともう正直言って戻らないのでこれ木ですからねなのでトラスロッドっていうのは木に負担をかけないようにちょっとずつちょっとずつかけていくもんです、えー、そのように私は理解してますし一応こちらのアメリカの、えー、そういうギタティックの方に聞くとトラスロッドっていうのはそういうもんだと でさらにアメリカではこの、まあ、トランスロッドの調整っていうのは基本的にはないというかですねそう、まあ、普通素人が手を出すとこじゃないっていうこともありますしで普通に引いてる分には、まあ、どんどんねどんどん旅行とかツアーで持ち歩いたとしてもそんなに影響ネックなんて曲がるもんじゃないと,というところなので。 やっぱり触らないケースがほとんどです。というかアメリカでトラスロットどうのこうのっていう話をしているコミュニティって私は見たことないです。まあ、もちろんそのねギアテックの方々からするとそあるのかもしれませんけどでもそういう会話ってねほとんどほとんどというか見たことないですね。20年いて見たことないです。ですので、えー、ちょっとね皆さんトラスロット触りすぎですよ。あの <laughs> 触らなくていいなら触らない,方がいいいいなななららら触触触方がとと思まますい私は触ることを勧めませんね、はい、もう本当に、ね、触らなきゃいけないこうビビっちゃってもう全然弾かない音がうまくならないもう反っちゃってるとかであればまあ一つは原稿を調節して多少原稿を高くするとかで調整するとかそれでももう順ぞりがひどいとかっていう場合は確かにやらなきゃいけないんですけど。 まあそれでも本当にちょっとずつちょっとずつですよ一日45度ぐらいまで回して様子を見てもうちょっと回してそれでもっていうことでちょっとずつですね様子を見ながらやるところだと思いますのでまああまりあのしない方がいいと思います、まあ、今日はこのあたりで締めさせていただきたいと思います最後まで見ていただきどうもありがとうございます是非チャンネル登録とグッドボタンの方ですねよろしくお願いしますヒロでしたババイバイ